はいどうも、あっちゃんです。今日もやっていきましょう。あっちゃん毎日放送局スタートいたします。で、今日はですね、ちょっとですね、まったり配信ということで、いつもね、そんな大した動画ではないかもしれないんですけども、今日はちょっとですね、まったりブログとビログといったような形でちょっとお届けしたいと思います。でですね、連日報道されているように、新型コロナウイルスですね、東京ロックダウン、東京閉鎖か東京封鎖かというようなお題目がある中でですね、また感染者が増えたということで、今ね、68人ですかね、東京新たに68人の新型コロナ感染を確認と、新たになんでね、トータルで430人ということで、結構ね、伸びてますよねというところですよね。はい。で、私もですね、外出は結構自粛しているところではあるんですけども、週末ということで、いつもながら宅にいて、家族とね、ちょっとまったりはしてるんですけども、やはりこの新型コロナウイルスですね、皆さん結構ニュースとか記事とか見られてると思うんですけど、私は特にね、YouTube の配信とかね、Twitter の内容をこう見るのが結構ね、リアルタイムなんで、メインにはなってるかなとは思うんですけども、やはりこうそろそろですね、自分の仕事、このあたりに影響が出てくるかな、どうなのかなというのは、ちょっとね、若干不安になるかなと思いますね。ただですね、私は、リモートでもね、かなり昔から、リモートワークというのは、ほぼほぼ定着化している、仕事柄なので、あまり特にね、自分の仕事のアウトプットに対する変化は特にないんですけども、やはりですね、ユーザーさん、お客さんがあってのことなので、我々はですね、エンジニアとしてはあまり変わらないんですけども、そもそもそのエンジニアが出動する需要ですね、そのあたりがどう変化するのかってところが結構ね、注目かなと思います。その経済的な影響ですよね。はい。なんですけども、特にね、今は変化なく、淡々とね、仕事のアウトプットをしているといったようなところではあります。となんでね、より一層こう自粛モードになるかなと思うので、いよいよですね、このリモートワークをどう生き抜くかといったようなところがテーマになって、やはりね、稼ぐ内容もそちらにシフトするのかなというふうに思ってます。私もですね、この YouTube の動画配信、幸運にもですね、チャンネル登録が、規定のね、1000登録者数、4000時間再生といったところを、無事ね、突破させていただいたというところもあるので、継続していこうかなとは思うんですけども、よりですね、いろいろなね、チャンネルとか、配信するジャンルですね、このあたりをこう、仮想通貨今限定とかね、経済に関連する投資とかの関連する内容がメインなんですけども、違うジャンルとかにもね、積極的に今進めているといったような流れになります。とはいってもやはり本業がね、結構時間の大半を占めるので、できる範囲でといったところではあるんですけども、いろいろね、ちょっとね、考えていっているといったようなところではございますと。はい。で、こういったね、ツイートもね、今日しました。今までですね、こういったね、サラリーマンにおいては、出勤出社で、会社では打ち合わせなんてね、山ほどありますよねと。で、周りからのね、問い合わせとかね、周りのサポート、トラブル対応とかやりますね。でも、毎日ね、心身、ボロボロじゃないですけどね、疲れ果てた中で帰宅して、ご飯食べて寝るといった生活が、今はね、こんな感じになってますね、という感じですね。皆さんも同じかと思いますけど。やはりね、大きく変わったのは、早起きはね、今まで通りなんですけど、やはりこう、通勤時間がなくなったことで、やっぱ前後ね、やはり、なんだかんだでドアツードアで1時間以上かかるところが、ここがね、自己学習できるっていうのが非常に変化ですよねと。当然ね、睡眠時間長く取る人もいるし、本読んだりね、勉強したり、あとは私の場合は毎日の動画の内容を考えたりといったようなところとかですね、あと何を投資するべきか、今ね、大不況なんで、チャンスだと結構言ってますよね。このチャンスをどう乗っていくかといったところも、今考えているといったという感じですね。はい。で、あとはね、打ち合わせとかは極力少なくなる感じなんで、リモートワークするとね、タスクの消化して、あってもウェブ会議で結構コンスタントにやって、ひたすらタスク消化。企業に所属するとね、仕事は効率的に進めるような形になりますけども、やっぱなんだかタスクが増えるので、それをアウトプットする感じですね。
アウトプット、アウトプットしてリモートワークでも、まあ、通用するような形で、まあ、ドキュメント、電子ドキュメントを作って、まあ、みんなに共有するといったようなところを継続している感じですよね。はい。やはりね、会社に行かなくなったことで、まあ、小刻みにね、仕事タスクを消化しながら、やっぱ家族とね、まとまった時間、まったりかな。家族とまったりというか、小刻みに、あとご飯食べたりね、時間を共有することが結構できるようになって、まあ、ここ大きいかなというふうに思いますね。まあ、皆さん同じように感じられたかもしれないですけども、結構ね、私は意外と一人でね、黙々とやるタイプで、家帰ってもね、昔はこう寝るだけだったんですよね、あまり家族との関わりないしみたいな、そういうのがあったんですけど、結構ねこの辺りがテレワークいいところじゃないかなというふうに思いますね。であとですね、まあ移動も帰宅の、ね、この帰宅時間もね移動時間なくなるので、夜もね仕事タスク消化して、まだあとね YouTube 動画作って編集してアップしてといったような毎日ですね。はい。でやはりですね、まあ、通勤移動時間がなくなったせいか、こう夜もね学習する意欲があって、まあ、ここもね結構時間を使えるといったような形ですね。あとは、まあ、少々のトレードと、まあ、ツイートをしているといったような形ですね。はい。なんでですね、まあリモートワークも捨てたもんじゃねえんじゃないかと、まあいろいろ考えれる時間が増えたり、まあ自分のこのタスクの消化、周りからいろいろ聞くという結構時間がね、まあ別にチャットがあるのでいくらでも聞けんだけども、まあ、これをしっかりとしていかないと、まあ今後はね、やはり淘汰されていく社員がどんどん増えるかなというふうに思うので、ここはねちゃんとやっていきたいなと思いますね。まあみんなに理解してもらえるようなアウトプットですね。アウトプット、ここは非常に重要かなというふうに、まあ、思いながらリモートワークを楽しんでいるといったような形になります。はい。ちょっとねすいません、前半私のプライベートの話になってしまいましたけども、引き続きちょっとねリップル関連のちょっと情報をね配信していきたいと思います。はい。で今日はちょっとまったりなんで、ちょっとね記事ちょっと取り上げさせてもらおうと思います。来ました、リップル有価証券問題、またちょっとね進展があったようですねと。リップル社 CEO の資産売却問題史というふうにあります。私もですねリップル訴訟動画をね過去何本かちょっと上げさせていただいてますけども、ぜひねご視聴まだの方見ていただければと思いますが、まあこれはですね有価証券問題をめぐるリップル社に対する集団訴訟ということで、まあ結構長引いているかなと思うんですけども、このねガーリングハウス CEO ですね、まあ、彼がこの、まあ、有名なのか結構な数の投資家からこのリップルを超保有するという発言を繰り返しながらも、実はね、他の仮想通貨取引所で売っていたというねことが、まあ、一つの焦点になってるかなと言います。もうこれねちょっとね実際にまあこういった訴訟で事実、本当に事実であれば、もうこれねマルチレベルマーケティングの手口じゃねえかみたいなね、まあ、ちょっとね若干違うかもしれないですけども、ちょっとね考えてしまいますよねと。まあこれはいいよと、これはこのリップルという XRP いいよと、まあ買った方がいいよ、長期保有しているよと言いながらもね、実はね、売却するみたいな形ですよね。まあありえそうですよね、仮想通貨の世界では。まあ、だからそういうのをありえなくするためにトレーシングというかね、もうさらけ出すっていうのが非常に重要で、誰がどういった資産を保有しているかっていうのはまあ重要じゃないですか、特に運営側ね。まあなんか、まあ、このあたりがねやはり新興新しい仮想通貨ってすごい危険ですよね。なんか詐欺が多い風に言われますよね。はい。まあリップルでもね当時から、まあ、こういったことをね訴訟されるぐらいに、まあ、指摘されてたといったような、まあ、そもそもの問題ですよね。でまあ結局最終的にはね本裁判の焦点はそもそも有価証券、このリップルが有価証券に該当するか否かといったようなところで、まあ、この判決次第によってはまあ結構ね業界全体に大きな注目を高められる、注目があるのでインパクトがあるのでね、結構ねこれの判決が非常に待たれると注目されているといったようなね、現状かなというふうにまあ思います。はい。なんでね、このあたりこの内容はね今後もの仮想通貨の中でも非常に重要かなというふうに思いますけども、どうでしょうかね。やはりなかなかねこの新しい仮想通貨最近どうですかね、あまり出てきてないような気もしますけど、もうこれはね新仮想通貨新トークンはねもう非常に、まあ、個人のね投資家に向けに売ってるやつはもう非常に危険ですといったところは、まあ、言えるんじゃないかなというふうに思います。個人向けね、個人向け。はい。なんで皆さん、まあ、当然景気が低迷する GDP もね今後ねどうなっていくかかなり
下落すると思うんですけど、まあ、仕事も失う人も出てきてしまうかもしれないですけども、はい、まあ、仮想通貨にねどういうふうに資金が流れるかというのは今後もね注目かなとは思うんですけど、まあ、この新トークになるものは非常に危険ですので、カモにされないように気をつけていきましょうってところですね。はい、なんで有価証券かどうかっていう注目されるといったリップルですね。はい、でまあ続いてリップル、最近価格が上昇してるのはね、皆さんご存知でしょうかといったところですね。まあ、このあたりですね、今20円にタッチしそうなところになっていて、まあ、今だいたい18円ぐらいなところですよね。まあ、価格が上昇しているといったようなところで、まあ、その要因は何ぞやというようなところのね、ちょっと記事をちょっと見ていきたいなと思います。はい。で、まあ、リップルとバイナンスコインですね。バイナンスコインが上昇したと。まあ、こんな中でも上昇したという理由に、リップルの X レジャーです。まあ、X レジャーはリップルを動かしている、まあ、プラットフォーム的な位置づけなんですけど、まあ、このリップルレジャーのエコシステム拡大ということで、このあれですね、SOLO、ソロっていうんですかね、XRP レジャーを利用したトークンが、一部の投資家向けに販売されたといったようなね、そんな話題があります。まあ、誰が買うんだというのはちょっとね、あれですけども、このカナダのね、取引所、コインフィールドが手掛けるプロジェクト、ソロね、これが9つの仮想通貨取引所に上昇したと、これで価格が上がったんじゃないかっていうような記事ですよね。はい。まあ、個人投資家向けではないから、まあね、安心かなとは思うんですけど、まあ、これもこのソロってやつか、まあ、DEX みたいですね。分散型取引所なのかな、DEX。まあ、これがね、どういった利用になるかちょっと不明ですけども、はい。デジタル証券取引サービスの計画をされているといったところですね。はい。まあ、こういった XRP レジャーの上にいろいろなね、こうトークンが乗っかるということは、まあ、XRP が、まあ、何かしら購入されるということなんで、まあ、良いことかなとは思うんですけども、ちょっと気になるのはこのね、上場してるのが、BTC ってこのダメじゃんみたいな。これ詐欺取引所なんでね、まあ、ちょっと怒られちゃうかもしれないですけどね。ノアコインで皆さんもう散々な思いしてると思うんですけど、結構あまり聞かれない取引所が並んでますけど、うん、まあこの辺りでも XRP レジャーが使われているようですと、まあ、その上昇なんじゃないかなといったところがあるようですね。はい。で、まあ、このねカナダの取引所ですね、先上がってた XRP 関連の大型プロジェクトの詳細ということで、まあ、昨年の記事なんですけども、まあ、これが進んでいるといったことになるんですかね。まあ、で、まあ、ちょっと参考までね見ていくと、この XRP の分散型台帳 XRP レジャーですね、まあ、これは、まあ、クラウド上で利用される XRP レジャーの一部、まあ、その上に、まあ、トークンとして使われる。で、このソロ、ジェニック、ソロですね。まあ、これが XRP 上で構築されたプラットフォーム DEX だというふうにこう言われてる感じですね。分散型取引所。もう何でもできますね。まあ、これがね、いろいろね、投稿してますね。この分散型取引所 DEX っていうキーワードも、まあ、かなりね、まあ、今後に期待しているのか、まあ、新しいね、テーマ、新しいキーワードをこういったね、業界も作り上げていきたいがために、こういったサービスをね、立ち上げているのかわからないですけどもね、従来の金融市場と仮想通貨市場の架け橋となる分散型ね。で、いろいろと、まあ、ETF とか株とか、外貨とか、それといったオンデマンドトークンを資産化発行するといったような形ですね。まあ、分散型金融に近いのか、まあ、分散型取引所での利用なのか、ちょっとあれですけども、まあ、ソロコインというものがね、出ているようです。はい。まあ、これも XRP レジャーで利用されているといったようなところではね、まあ、あるのかもしれないですけども、ちょっと書いてますね。ユーザーはトークン化された ETF や株、外貨を容易に取引することができる。まあ、ステラの株をステーブル化したものとかね、ありますけども、うん。まあ、これもやはり新しい金融分野にいろいろね進んでいくといったようなテーマなんじゃないかなというふうにありますね。で、出ました、年利 20% のリワードを得ることも可能だということがあります。ステーブルコインで年利 20%、 そのステーブル、まあ、そのあたりのサービスで本当価格変動しないでね、本当にその資産を、利回りをね年利で確保できるといったものがね本当に出てくるのかっていうのは今後の注目かなというふうに思いますね。うん。なんで、まあ、私もですね、まあ、法定通貨日本円が今後ね価値が薄れていくといったような動画を何本も上げているので、まあ、こういったですね、ステーブルコインをペッグ、ステーブルコインを保有してそれを年利で上げていくといったようなサービス、年利 20% 年利 20% って結構大きいですよね。うん。まあ、月利 5% とかね、まあ、今夜ちょっと本当ねもう怪しい領域に達してきてしまいましたけども、
はい。私もね、月利 5% にちょっと痛い思い最近しましたが、このね、分散型金融の月利 20% といったところのサービスがいろいろ出てるよというような形が、まずね、ちょっと注目できるかなというふうにあります。まあ、これがリップルベースの分散型金融なのか、イーサリアンベースの分散金融なのか、まあ、いろいろ出てますけども、まあ、それはね、選択しながら決めていくといったような形になるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、XRP レジャーに関してもね、皆さんね、ご存知かなとは思うんですけど、まあ、このね、記事ね、ちょっとね、見ていっていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、XRP レジャー、ピアツーピアのサーバーのネットワーク機能を備えた分散型台帳ですよね。でこの XRP レジャーもクラウド上でね、おそらく動いてると思うんですけど、XRP レジャーは XRP の土台となるものですと。まあ、要はプラットフォームですよね。まあ、このあたり皆さんね、もうすでにご存知かもしれないですけども、まあ、リップルもリップルで分散型金融になる注目となる、まあ、プラットフォーム。まあ、レイヤーの層に分かれてて、リップルのプラットフォームがエクサレジ上がって、その上にいろいろなね、サービスがどんどん立ち上がってると。で、そこに金融のサービスを打ち上げてるといったような形ですね。イーサリアムもそうだし、リップルもそうだし、まあそのあたりいろいろ出てきているといったような形です。でね、ここにもあります。分散型決済スタート、リップルがエクサビ台で分散型のプラットフォーム、まあいろいろね、サービスが出てるといったようなところも出てるので、まあ注目かなというふうに思います。リップルのスコアとして活用する分散型金融 DeFi ですね。はい。いろいろとイーサリアム以外にもこういったね、サービスがローンチしているといったところがあるので、まあ注目かなというふうに思います。はい。ということで、今日はですね、ちょっとね、まったりしてしまいましたけども、こんなビログ的な動画もたまにはね、上げさせていただければと思います。はい。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからですね、景気後退、東京封鎖、コロナショックに負けじとですね、いろいろと動画配信していきます。まあ自分のね、資産、皆さんも資産をね、どんどん増やすということで、そのあたりのね、実演動画、ビログ動画的なものもね、上げていければと思うので、まあぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。あっちゃんでした。